Hi everyone and welcome to the channel. Welcome back to Honkai Impact. Today we'll be going through chapter 11. This is Act 1, Myriad Sea. ハイペリオン号一行は全文明の遺跡開炎城へとやってきました。失われたデザイアジェムを求め開炎の目を使い漁師の海への侵入を目指すことになります。しかし作戦前夜アインシュタイン博士が襲撃を受け行方不明に。同時に開炎の目も原因不明の暴走を起こします。デザイアジェムを取り戻すためブローニャは漁師の海へと飛び込んだのでした。僕はヨア姫。君の名前は？ブローニャと言います。大きいワームホールから入ってきたのを見たけど、君は外から来た人間なの？心配しないで。君が漁師の海にいた時間はそんなに長くないから、今ならまだ戻れるよ。ご心配ありがとうございます。ですがブローニャはまだ戻れません。ブローニャはあるものを探しています。それが漁師の海の奥にあるのです。君、漁師の海の奥に行きたいの？あそこは危ないから近づいちゃダメだよ。漁師の海の危険性は承知していますが、ブローニャはどうしても行かなければなりません。ここは現実と可能性の狭間、認識と存在の空間、漁師の海への入り口だ。他の人が迷い込まないように僕はずっとこの巨大迷宮を見守ってきた。やっぱり諦めた方がいい。漁師の海に入るには資格が必要だから。照準装置初期化完了。はい。秘技解禁。体力補充完了。この怪物たちはあなたが召喚したのですか？それらは漁師の海から生まれた影、認識の投射、君の記憶が生んだ怪物だよ。この空間にいる限り君は自分の心の奥にあるものを見続けるんだ。僕の意志とは関係なく、君が漁師の海に近づくほど影は活発になる。武器がそれらに与えられるダメージは限られている。でも君にはそれらと対抗できる力があるみたいだ。重装ウサギのことですか？重装ウサギ、かわいい名前だね。その力も漁師の海から来ているけど、君はまだそれを全て理解していない。でもそれは今する話じゃないんだ。漁師の影はブローニャを脅かすことはできません。これならブローニャにも漁師の海に入る資格がありますか？
君は特別だね。君の過去は他のものとは違う。それが君に年齢にそぐわない強い意志を与えてくれているようだ。強い人ほど心に穴ができやすいけどね。ブローニャ、君が受ける試練はまだ始まったばかりだよ。君はもう一つの世界、こことは全く異なる世界に行くんだ。気をつけて。過去の迷いや痛みが君の最大の敵となるだろうから。その世界で君の答えを聞かせて。スジオ、任務完了。待機モードに移行。ブローニャ？ブローニャ？ブローニャ？どういうことです？ここはどこですか？ここはセーフレイヤ学園1年 C 組、水曜午前2限、村田姫子の英語講義よ。ブローニャ、あなたみたいな優等生でも授業で居眠りするとはね。期末テストが近いからみんなが頑張っているのは知っているけど、ちゃんと休むことも大事よ。万が一試験中に眠ってしまったら、私みたいに優しく起こしてくれる試験官なんていないからね。姫子少佐、ブローニャ、そう重く捉えなくていいわよ。でも次は気をつけなさいね。もう一つの全く違う世界。今日の授業はここまで。次は実践訓練よ。みんな中庭に集合ね。似ています。外も中も記憶の中のセーフレイヤ学園とそっくりです。でも姫子先生、皆さん揃いました。今日は自由訓練よ。3人で1組、揃ったらウォーミングアップを始めて。もうすぐテストだから怪我しないように気をつけること。違います。ここは現実じゃありません。何が起こっているのか急いで調べないと。ブローニャさん、どうしましたか委員長。
よろしければ私と組みませんか？はい、問題ありません。私も入らせてもらうわ。姫子先生。私一人であなたたち二人の相手をするわ。一人で対処できない強敵を前に、チームワークの大切さはより重要なものとなります。先生の提案を受け入れましょう。ブローニャさんはどうですか？ブローニャも同意します。指示、システム警告、危険指示、目標捕捉。ファイヤーレスキュー戦術、目標捕捉。ファイヤー、目ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、目標ファイヤー、目標ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、無双モード全開。ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、位置につきました。神経、神経、神経、素晴らしい戦闘だったわ。二人ともよく頑張ったわね。特にブローニャ、驚いたわ。私と模擬戦なんてしたことないのに、まるで私の動きを全て把握してたみたい。素晴らしい才能だわ。今後も楽しみにしているわよ。さあ、橋の方で少し休憩しましょう。何か飲みたいものはない？おごるわよ。姫子先生、その手にあるのは何ですか？そうね。授業中にお酒はやめてください。生徒に悪い影響を与えてしまいます。少しだけだし、酔わないわよ。ダメです。あと数分で休み時間だし、構わないでしょ？ダメです。それに、午後にも講義がありますから、昼休み中の飲酒も禁止です。あの瓶に触れないよう見張っておきますから。ブローニャさん、どうしましたか？顔色が少し優れないようですが。いえ、ブローニャなら大丈夫です。疲れてるの？さっきも授業中に眠りしてたし。無理しなくていいわよ。セーフレイヤ学園は他のところとは違うから、誰もあなたに強要したりしないわ。楽にしなさい。ここを自分の家だと思っていいの。みんな家族よ。ブローニャは疲れていません。もう少し訓練したいです。姫子先生や委員長とこうして交流する機会は滅多にありません。だから、ブローニャはこの時を大事にしたいと思います。ブローニャ。ブローニャさんのお願いでしたら、いつでも相手になりますよ。こっちにも断る理由はないわ。姫子先生、委員長、よろしくお願いします。
まあまあでしたね。今の状況を整理しましょう。ここは聖フレイヤ学園ですが、ブローニャの知っている学園ではありません。姫子少佐も委員長もかすかに違うところがあります。それに今のところ他の人の痕跡を感じられません。漁師の海は平行世界が集まる場所だと博士は言っていました。ですがブローニャは本当に平行世界に入ったとは思えません。ではヨアヒムが言っていた答えとは何のことでしょうか。情報が足りません。ブローニャはこの世界のことをもっと把握しなければなりません。午後の講義は歴史ですね。何か役に立つ情報を得られればいいですが。あら、今日欠席してる生徒がかなり多いわね。授業を始めるわよ。みんな席について。歴史の授業よ。今日は前回の続き、第二次崩壊について説明するわ。ブローニャ、私をじっと見てどうしたのかしら。ブローニャは今日の内容に興味があります。先生の言葉を聞き逃したくないのです。そう、その気持ちもわかるわ。一応第二次崩壊の発生地はあなたの故郷だものね。ブローニャ、この厄災についてどれくらい知ってるかしら。第二次崩壊は人類史上最大の災難です。はじめはシベリアのバビロン実験室で、そして徐々に世界レベルに蔓延しました。第二次崩壊で誕生したのは空間を支配する空の律者です。人類に信じられないほどの災いをもたらしました。よろしい、ちゃんと予習をしてきたよね。ただ一つ間違いがあったわ。第二次崩壊がシベリアで発生した後、天命はすぐ行動し周辺エリアの犠牲を抑えた。律者も誕生した22時間後に消滅しているわ。天命の素早い決断のおかげでほとんどの地域がこの災難から逃れられたの。まさか、そんなはずは。では、映像資料を見ながら今日の授業を始めるわよ。指示。艦長、次の目標座標を。目標、捕捉。ファイヤー。ファイヤー。開始。はい、発射。はい、目標発見。目標捕捉。ファイヤー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 。装備回収完了。目標捕捉。ファイヤー。
無条件射殺許可確認。上昇ボイドエクスプロージョン。この戦争で二つの力が戦局を左右した。一つは天命北米支部が開発した戦術機構。第二次崩壊で初めて実戦投入され、ヴァルキリーに劣らないほどの戦闘能力を見せたわ。二つ目は天命 S 級ヴァルキリー、セシリア・シャニアテが率いた雪狼小隊。彼女たちはリツ社と戦いながらシベリアとその周辺の救援を行い、大勢の一般市民を守ったわ。彼女たちの努力がなかったら、崩壊が世界にもたらした痛みはより大きなものになっていたでしょう。かくいう私も当時彼女たちに救われた身よ。でも崩壊が収束した後、雪狼小隊にはある疑惑がかけられたわ。無断で職務を離れた疑いがあるってね。天命側は彼女たち雪狼小隊に一般市民を避難誘導するよう指示なんて出していなかったのよ。でも私から見ると彼女たちは間違っていないわ。自分で判断もできないで命令に従うだけのヴァルキリーなんて、ただの道具と何の違いもないでしょ。それについてはみんなも分かっていると思うわ。だからセイフレイヤに、あのセシリアさんが作った学園に来たのよね。授業はここまで。もうすぐテストだからちゃんと復習もしておくように。ブローニャが知っている歴史と全然違います。カカリアお母様がヴァルキリー。カカリア先生。どうしたの、ブローニャ。先生はどうしてヴァルキリーになったのですか。私の言葉に興味を持ったのかしら。なんででしょうね。先生もそれについて考えていたわ。私はシベリアの孤児院で育ったわ。幼い私にとってただ生きることが全てだった。こういう子供は北の方では珍しくないわ。私と同じような孤児を何人も見たことがある。何かしてあげたいと思った。例えば軍に入って子供を保護したり、温かい家になる孤児院を作ったり。
でも先生はバルキリーになりました。気づいたの。どんな道を歩いても子供たちを食べさせることができる。でもバルキリーだけが、聖フレイヤ学園のバルキリーだけが与えられるものがあるって。それは何ですか？希望と自由よ。これは私があの災いでセシリア学園長から学んだ宝物よ。カカリア先生はブローニャの知り合いにとても似ています。似ていますが違います。ブローニャ、ここに来る前に嫌なことを経験してきたと聞いたわ。でも過去にどんなことがあってもそれはもう過ぎたことよ。ここは聖フレイヤ学園。昔のように誰かの命令に従って暮らす必要はないわ。この学園で思い切り冒険して友達を作って自分の未来を想像していいのよ。やりたいことを心のままにやるといいわ。あなたは自由なんだから。カカリア、今大丈夫？どうしたの、姫子？前に本部からもらった任務、難しい内容じゃないから生徒たちの練習に向いてると思うの。だからどうかなって。ただすぐに出動しなきゃいけないんだけど。生徒を含めて今動けるのはどれくらいいるのかしら？4人よ。前にあなたが招いた子も入れてね。ちょっと少ないわね。もう一人くらい連れて行った方がいいんじゃない？それは少し難しいわ。最近の任務続きで大半の教師と上級生が学園にいないのよ。あ、そうだ、ここにいい人材がいるわ。本人もうずうずしてるみたいだし。そうよね、ブローニャ。ブローニャが？ブローニャは皆さんと一緒に任務を遂行する自信があります。人手が必要でしたらブローニャを先生の招待に入れてくれませんか？もちろんいいわ、ブローニャ。極東支部第五招待へようこそ。突然で申し訳ないけど今夜すぐ出発しないといけないの。後で資料を渡すから準備しておいてちょうだい。ブローニャは万全の準備を整えておきます。ご安心ください。過去の痛みと迷い、ブローニャにとってその言葉はある人のことを思い出させます。カカリア先生、その近くにブローニャの探し物があるかもしれません。ここは現実じゃない。地形を観察中。ブローニャ、他のメンバーを紹介させてもらうわ。まずは姫子先生、それからフカ、あなたのクラスの委員長ね。カカリア先生がおっしゃっていた新メンバーはブローニャさんのことでしたか。安心しました。あともう一人、あら、まだ来てないの？ごめんなさい、遅くなりました。この声、どうしてゼーレが。執行命令なし。ブローニャ、警戒。敵全員沈黙。これより帰還。
生、遅くなってごめんなさい。遅刻するとはね。何かあったの？準備に時間かかってしまって。でももう大丈夫です。ならいいわ。紹介するわね。この子が今日入ってきたブローニャよ。年はあなたより少し上ね。ブローニャ。ブローニャ、この子はゼーレ。少し人見知りだけどいい子だから仲良くしてあげてね。はじめまして、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレです。はじめまして、ゼーレ。戦艦の到着まであと数分。みんな準備はいいわね。ブローニャは何を期待しているのでしょう。カカリア、お母様がバルキリーになっているのなら、あの孤児院も存在しない。つまり X 点実験もありません。つまりこの世界には普通に成長したゼーレがいることをブローニャは分かっていたはずです。地形を観察中。目的地に着きました。任務を確認しましょう。3日前に本部の輸送部隊が襲撃を受けました。死傷者はいませんでしたが、重要物資が奪われています。この襲撃はネゲントロピーという地下組織と関係している可能性があるとのことです。ネゲントロピーって天命を裏切った人物が作った反天命組織よね。その行動は慎重なものでしたが、ここでボロが出ました。情報によると奪われた物資がこの近くで目撃され、銀狐という情報屋の手の中にあるようです。銀狐？ネゲントロピーの一員かしら。いえ、銀狐はこの土地の顔役。地下組織の一員にしては目立ちすぎる人物よ。だから違うと思うわ。おそらく協力関係なんだと思います。銀狐が依頼を受けて襲撃を仕掛け、入手した物資を組織に渡す段取りだったんじゃないかな。それならその人物に会う必要がありそうで。姫子とフカは私と共に銀狐の元へ行きましょう。その間ブローニャとゼーレはこの周辺の地形を調査して物資の隠せそうな場所を割り出してちょうだい。なるべく気づかれないようにすること。こっちが片付いたら合流するわ。わかりました。ブローニャお姉ちゃん、何かいい方法はないかな。銀狐の拠点の周りに見回り中の機構がたくさんいます。ブローニャがその中の一つをハッキングして自立システムを通じ全ての機構の見回り経路を入手します。そこから隠し場所を割り出しましょう。うん、いいと思う。じゃあまずはどの機構を標的にするか決めないとだね。北側の広場はどうかな。あそこの見回りは比較的緩そうだから、一人ぼっちになった機構を見つけやすいと思うよ。はい、行きましょう。プローニャの知っているゼーレより独立していて大人っぽい。もしゼーレがあの実験で生き残ることができていたら、こんな風になっていたのでしょうか。ゼーレ。照準装置初期化完了。
条件射殺許可確認。身回りの経路を解析すると、拠点の北側と西側にそれぞれ厳重に守られているエリアがあります。西側は市の中心地、夜中になると人の流れが激減します。リスクはありますが、いい隠し場所になるはずです。北側は銀狐の勢力範囲内で、本人の主要活動エリアでもあるため、守りが厳重なのも頷けます。時間がありません。手分けして確認しましょう。ううん、この2つじゃないよ。銀狐が物資を隠した場所はここだと思う。ここですか。ここはただの倉庫で、守りも手薄です。どうしてここだと思うのですか。ゼーレ、見回りの経路だよ。機構の数は多くないけど、ここは24時間監視がされるように巡回経路が組まれてるの。それで変かなって。なるほど、まるでそうなるよう手配されているようです。確かに違和感があります。それに気づいたということは、ズエレはこの地域に詳しいのですか。ううん、任務資料で見ただけだよ。ブローニャは任務資料でこんな内容を見た記憶がありません。この違和感は何でしょうか。ブローニャ、銀狐は片付いたわよ。殺したのですか。まさか麻酔銃よ。死体が増えるのは面倒だもの。権限を識別する鍵を手に入れたわ。そっちはどう。ゼーレが怪しい場所を見つけました。座標を送ります。分かった、そこで合流しよう。執行名ブローニャ、警戒目標補足。イエーイ、ファイヤー、ファイヤー、射撃開始。目標発見。目標補足、ファイヤー。目標補足、ファイヤー。準備、準備完了。目標補足、ファイヤー。目標補足、ファイヤー。コイン開始、ファイヤー。指示を。任務完了、待機モードに移行。ブローニャ、作戦地点に到着。この廃棄された倉庫が銀狐が物資を隠した場所。これは生体識別センサーです。横の壁に隠されています。銀狐の拠点内のものと一致します。この倉庫も彼の所有物のようですね。よくやった、あなたたちの読みが当たったわね、ゼーレ、ブローニャ。早速いただいた鍵を使って倉庫を開けましょう。奪われた宝物が何なのか確認しようじゃない。君たち誰。ヨアヒモ。どういうこと。倉庫にそれらしいものはないし、いるのはこの子一人だけ。でも銀狐が物資を隠した場所はここのはずよね。まさかこの子が
行方不明になった物資？何ですって？君たち、僕に何をする気？嫌だ！来ないで！気をつけてください。この子に崩壊エネルギー反応が出ています。崩壊エネルギーを使って武器を作り出そうとしているのですか？地形を観察。目標捕捉。ファイヤー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 。 S 級戦術。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。気を失っています。どうやらあの変わった力が彼の体力を大量に消耗させたようです。この子の体、傷跡がたくさんあります。かなり古い傷もあるようです。ずっと虐待を受けていたのでしょう。気候が急に現れて、そしてすぐに消えてしまう。この力どこかで。そう、本部のファイルで見たことがあるわ。崩壊エネルギーを使って物事の構造を再現し実体化する能力。それは第一律者、断りの律者の力よ。しかし第一律者は1955年に消滅したはずです。どうしてその力をこの男の子が。予想外の状況だわ。まず本部に連絡した方がいいかしら。いえ、待ってください。最初はブローニャも変に思いましたが、さっきのゼーレの言葉は確信をついていると思います。断りの律者の力を持つ男の子、天命にとって
その価値は言うまでもありません。この子が重要物資だと言われても納得ができます。つまりそれは、私もそう思うわ。この子が行方不明になった物資で、私たちが回収すべき標的。本来なら実験管に閉じ込められているはずだったけど、銀狐が逃がしたのね。つまりその子の体にあった傷は、識別不能の部隊が大量に近づいています。まずい、ネゲントロピーの追手です。おそらく銀狐の件がバレたのでしょう。この子を連れて早く逃げないと。敵の数が多すぎる。気絶した人間を連れたままだと、きっとすぐに追いつかれるわよ。別々に逃げましょう。ブローニャはゼーレと彼を連れて先に行きなさい。撤退ポイントで待ってて。しかし、あんたたちは十分やってくれたわ。あとは任せなさい。私たちを信じて、その子を連れて行ってください。わかりました。ブローニャは先に撤退ポイントで待ちます。ねえ、私の活躍はどうだったの？ブローニャ、作戦地点に到着。目標発見。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標ファイヤー。解禁。ゼーレ、行きましょう。敵の行動経路が乱れています。先生と委員長がおとりになってくれたようです。あとは撤退ポイントで合流してヨアヒムを移送すれば。ブローニャお姉ちゃん、どうしました？ゼーレ、撤退ポイントには行けない。どうしてですか？この子をどこか別のところに連れて行かないと。他の人に渡しちゃダメ。そう言われても、どこに連れて行けばいいのですか？まだわからない。でもゼーレを信じてほしいの。ゼーレ、どうしたのですか？少し様子が変ですが。ダメ、ブローニャお姉ちゃん、その子をゼーレに。このままじゃまた最初から繰り返しに。このままじゃまた最初から繰り返しに。ゼーレ、彼を私に渡して。無条件射殺許可確認。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。ありえない。この世界の人は抗える術を持たないはずなのに。まさか。任務開始時からブローニャはある違和感を覚えていました。急
窮地に陥るたびにあなたはこれから起こることを予見していたかのように動いていたのです。そしてあなたが漁師の影を呼び出したとき、ブローニャは確信しました。ゼーレ、あなたはブローニャと同じこの世界のものではありませんね。ブローニャ、お姉ちゃん。本物のブローニャお姉ちゃんなの？ええ。本当にブローニャお姉ちゃんなの？ゼーレ、ブローニャはここです。ここにいます。久しぶりです。ブローニャはやっとあなたを見つけることができました。ブローニャお姉ちゃん。しかし、どうしてここにゼーレがいるのですか？一体何が？うん、ゼーレにもわからない。何もない部屋に閉じ込められたことしか覚えていなくて、暗くて寒くて扉ががっちり閉まっていて、時間さえも忘れるくらいその中にいたんだ。でもある日、急に扉が開いて光が差してきたの。やっと逃げられる、ブローニャお姉ちゃんのところに行けると思って光に向かって走り出したんだけど、その後のことはよくわからなくて、気がついたらこの世界にいたんだよ。光？大丈夫ゼーレ、もう大丈夫です。安心してください。ブローニャが見つけたからには、ゼーレをここから出してあげます。でも、どうすれば出られるのかわからない。ブローニャお姉ちゃん、その子を天命に引き渡しちゃダメ。どうしてですか？この世界は、ずっとループしているの。実は、お姉ちゃんと出会う前から、ゼーレは今日という日を何度も繰り返してきたんだよ。最初の数回は任務に失敗して昏睡状態になっちゃったけど、目が覚めたら数日前の学園にいることに気づいたんだ。それから何もかもが同じように繰り返されていくの。道理でゼーレはこれから起こることが分かっていたのですね。何度も試して間違った選択肢を回避して最後にあの子を救い出して任務をクリアしてきた。それでも時間は繰り返されちゃうんだ。どうして、一体どこがいけないの？怖がらないでください、ゼーレ。今の言葉でブローニャは何が起きているのかを理解しました。どうすればいいかは分かっています。ブローニャを信じてください。
みんな無事のようね。あとはこの子を本部の担当に渡せばこの任務もクリアよ。全員よくやってくれたわ。特にゼーレとブローニャ、あなたたちの存在は任務の達成に不可欠な貢献をもたらしてくれた。待ってください、カカリア先生。この子は本部に渡せません。その理由は？感電跡、やけど、手術の痕跡。これは天命の実験室で非人道的な扱いを受けた証拠です。彼をそこに戻すことは彼を地獄に送ることと同じです。ブローニャさん、確かにその通りですが、送らなければどんな結果になるかも考えなければなりません。彼には律者の力があります。彼自身もコントロールできないほどの力です。彼が人間に危害を加える律者ではなく、普通の人間と同じように成長するなど誰も保証ができません。しかし彼を実験室に戻せば彼は律者にしかなりえません。ブローニャとゼーレは彼を聖フレイヤ学園に連れていくことを希望します。彼は律者になるかもしれません、または英雄になるかもしれません。しかしどんな運命であれ彼自身が決めるべきです。ブローニャたちにできることは考えることを彼に教えることです。希望は何なのか、未来は何なのか、それを考えることです。これは人間としてあるべき自由です。これも今まで聖フレイヤ学園がブローニャに教えてきたものです。よく言った。私もそう思っているわ。あれ、時間が進んでる。カカリアもひどいわね。わざと試すような真似して。まさか最初から彼を学園に連れていくつもりで。もちろんよ。私たちは聖フレイヤのヴァルキリーだもの。さあ彼をこちらへ。地形を観察中。よく言ったわね、ブローニャ。ブローニャはただ姫子先生から学んだことを口にしただけです。謙虚すぎよ。いいえ、謙虚ではありません。ブローニャは姫子先生に感謝しています。今までずっと先生にお世話になっています。だから先生に伝えたいことがあります。姫子少佐はいい先生です。ブローニャが今までに出会った中で一番いい先生です。ありがとうございます。先生がしてくれたこと心から感謝しています。ブローニャ、急にどうしちゃったのよ。少し照れくさいわね。とにかく今夜はパーッとお祝いしましょう。はい。出航命令なし、ブローニャ警戒モードに移行。そういえば確認したいことがありました。委員長、ブローニャは委員長に聞きたいことがあります。どうしましたか、ブローニャさん。委員長はこの子のことをどう思っていますか。彼の境遇には同情します。本部のしたことは非常に残念なことです。では過激死血輪はどう思っていますか。ブローニャはオットー司教の命で
セーフレイヤーに入りました。やはり普通の生徒ではありませんでしたか。この子のことは知りませんでした。とはいえあなたを止めるつもりもありません。しかし私たちは今日の選択に責任を持たなければいけません。世界に危害をもたらす律者にならないようにこの子を導かなければならないのです。そうでなければ誰かがその責任を果たしに来ますから。わかりました。ありがとうございます、委員長。指示を。任務は失敗。情報屋の銀狐を捕らえることはできたが、ネゲントロピーが一足先に物資を他の場所に移した。第五小隊が追跡を試みるも手がかりを見失ってしまった。任務の責任者として全ての責任を負う。それから聖フレイヤ学園に普通の転校生が増える。まあこれは本部に報告しなくてもいいかしら。これでいいと思う、ブローニャ？ブローニャは問題ないと思います。やはりあなたを連れて行ったのは正しい選択だったわ、ブローニャ。そう遠くない未来であなたが優秀なバルキリーになっていることを信じているわ。ありがとうございます、カカリア先生。彼を輸送艦には乗せない。彼は今日から自由の身だわ。ブローニャたちは戻ってきたのですか。敵全員沈黙。これより帰還。And subscribe.